い、そうですね。あのナチュラルな光っていうのは、まあ、ナチュラルの言葉通りのイメージなんですけれども、なんていうか人工的じゃなくて、まあ、柔らかい光が降り注いでいる、いわゆる皆さんがイメージする自然光みたいな、自然光の写真みたいな感じでイメージする光が、まあ、ナチュラルな光かなと思います。世界観としては、まあ、ちょっと、まあ、明るい感じとかカントリー調とか、あとは、まあ、食べ物を取るだったら美味しそうとか、まあ、光を感じつつも、まあ、自然とかを連想させるようなイメージがナチュラルかなと思います。ちょいサイド抑えめくらいの方がイメージすると思う、蛍光色とかって結構人工的なイメージがあるかと思うんですけど、あそこまでサイドが高くなっちゃうとちょっとナチュラルな感じはしないので、まあ、サイド気持ち抑えめで、あとは光が柔らかく、自然光、イメージする自然光のような光が注いでるっていうのがナチュラルの、まあ、基本的な条件かなと思います。ライティングなんですけれども、まあ、自然光でナチュラルなイメージが取れる場合が多くて、まあ、よくこういう窓辺からの光で、ナチュラルの撮り方としてあります。ストロボでも作ることができるんですけど、今回はまあこういった窓がちょうどあるので窓からの光で撮ってみようと思います。まあ、外が明るくて部屋の中が外よりは暗いために外からの光がこう入ってきていて、まあ、斜め後ろからの光でこう半分逆光ぐらいの感じで光の、当たり方してるんですけど、注目したいのがちょっとこれオレンジっぽい光が被ってると思うんですが、お部屋の電球がついてて今オレンジの光がこっちの方向からも差してる状況になってます。なので光の方向性がこう2個あるんですけど、そうするとちょっとこの立体感っていうのが消えるというか、なんかせっかくこういう透明な素材なのにこういうなんかこう透明感を出す光だけでいいのに、前からの光も当たっているため、ちょっと印象が良くないなという気がするので、この天井の光を消したいと思います。あ、はい。で、天井の光を消すと斜め後ろからの光だけになったので、ちゃんと影は出て立体感がよく見えるようになったし、このなんか透明感とかもよく見えるようになったのかなと思います。あともう一点、オレンジの電球の光が注いでたので、なんか変なこうオレンジのかぶりみたいなのなくなったと思います。でも全然そのかぶってること自体は意図的にかぶらせたいんだったらいいんですけど、まあ、そうではないんだったらちょっとお部屋の電気っていうのは気をつけた方がいいかなと思います。これでこの光が1種類になったので、まあ、シンプルな光でなんとか、まあ、繰り返しになりますが立体感が出ていい感じになりました。でこれで1回直してみたいと思います。今結構こう透過してくる素材なので、まあ、これでもいいかなっていう感じなんですけど、例えばこういう透過しない素材とかを撮影すると、ちょっと影が濃すぎてコントラストつきすぎるなっていう時があるので、そういう時はまあ、ここまででっかくなっていいんですけど、レフボードの光の方向と反対側、跳ね返って被写体に当たるような位置にセッティングして撮影するなど、これは被写体のその角の出方とかに応じてレフは、まあ、入れたり入れなかったりという形で利用してください。ナチュラルのポイントとしては、まず光の質が柔らかい、硬い柔らかいで言ったら柔らかめの方の、光物質を作るというか、まあ、そういうところを見つけるっていうイメージです。それが1個目。2個目としては、結構その立体感を見せたいので、その光の当てる向きを、まあ、横とか斜め後ろぐらいから当てると立体感が出やすいので、光の当てる向きを前からとかじゃなくて横とか斜め後ろから当てると良いです。光源を1個に絞るっていうのが
なポイントですね。さっきの電球消したのもそうなんですけど、あの光源を1個に絞った方がこの影とかの出る向きが統一されて、あので立体感も出るし、なんかある程度やっぱり影は欲しいので、光を1個に絞る、この外の光で撮るんだったらこの外の光で撮るっていうふうに絞るっていうのが、ストロボで撮るときはこういうトレーシングペーパーなどでストロボの光を拡散させて撮りましょう。直に光を当てずに拡散させるっていうのがポイントですね。で、立てるうちはさっき言ったように横とか何もしないっていうのがポイント、ライティングのポイントです。